はい、皆さんこんにちは、カイカイです。本日の動画ではまたまた RDNA2 について話していこうと思います。プレイステーション5についての情報はあまり出てきておりませんが、一応レビュー用のユニットが出回っていて、海外の YouTuber の方々とかテクノロジー系の YouTuber の方々がかなり手に入れているみたいなので、その辺のレビューとかが出てきたらまたまとめようと思います。残念ながらあの辺はまだ解禁がされていないようで、情報としては出てきておりますので、その辺は気長に待つとしましょう。で、話戻して、今回の動画では、ビッグナビに当たるものです。ナビ 21XT、 つまりは、6800XT に当たる台となっております。これのベンチマークスコアを見ていこうというわけです。で、入っていく前にチャンネル登録、高評価の方していただけると非常に助けになります。どうぞよろしくお願いします。動画終わった後にでもね。では、実際の内容に入っていきましょうか。まずはキャップフレーム X という、Twitter の方がいらっしゃるんですけども、この方がリークしてくれたファイアストライクウルトラのベンチマークがあるんですけども、こちらがビッグナビ11500ポイントで、 RTX3080 が16000ポイントというふうになっております。まあかなりどっこいどっこいのパフォーマンス帯であるというふうに言われてきていたところで、そのどっこいどっこいはどっこいどっこいでも、ちょっと勝つ方のどっこいどっこいじゃないかっていう話が出てきてるってことになりますよね。一応ここで注目しないといけないのが、こちらの方が、返信してくれてはいるんですけども、ナビ 21XT なのか、それとも XTX なのかっていう話です。先ほど私のイントロではもう XT の方だろうっていうふうなことを言いましたが、まだまだそれは 100% ではありません。 XTX の可能性も当然存在します。ここである程度自信を持って XT の方であると私自身が言っているのが、現在出てきているリークを信じる限り、まずこのリークがどこから来ているのかっていうのが、 AMD 本体ではなく AIB パートナーの方であると。 AIB の方がね、かなり口が緩くてすぐリーク出してしまったりするんですけども、 AMD の方は結構口が固いです、今回は。なので、情報が出てきている場所がおそらく AIB であるだろうっていうことで、それと加えてもう一つ別のリークが出てきているのが、 6800XT 以下のカードは AIB パートナーモデルが存在するが、 6900XT っていうのはおそらく生産収率とか、希少価値とかそういうところの問題で、 AMD が販売する以外は基本的には AIB には出回らないだろうっていう話が出てきているんですよ。なので、ここで 6900XT の方が AIB に出回っていないと仮定すると、 AIB が手にしているカードっていうのは全て 6800XT 以下なんですよ。つまり AIB から出てきているリークである以上、そのリークに利用されている数字っていうのは 6800XT の方になるということで、大的には N21XT ですね、この方の言い方を借りると、というわけです。この方でね、下の方でも言ってくれていたりしておりますけどね。まずこれが一つ目の、リークとなっております。二つ目のリーク入っていきましょう。こちらが、イゴアズラボさんのやつですね。この方確かドイツの人だったかな。で、かなり、リークとしては信頼性の高いものを出してくれている方なんで、かなり口が固い人で、もう確信、ほぼ確信に至るまでは情報を出さないっていう感じの人なんで、この方が情報を出してるっていうことは、まあ、9割ぐらいは信じていいんじゃねえかっていう感じのぐらいの信頼レベルのある方です。で、この方が何を言っているのかっていうと、こちらですね。こちらはファイアストライクウルトラの方ではなく、エクストリームの方になっております。こちらの 4K 解像度におけるベンチマークの数字っていうのが出てきておりまして、面白いことに、かなりそのバリエーションに富んだ数字が出てきております。こちら、6800XT3080FE、2080TIFE、この3つのカードが比較されているんですけども、この棒グラフを見れば分かる通り、同じカード同士を比較しているのに、パフォーマンス帯の違いっていうのが相当出てきているんですよね。ここで例えば、こちらパーセンテージのグラフになっているんですけども、こちらの 2080Ti のファウンダーズエディション、こちらよりも3080のファウンダーズエディションの方がよっぽど強い。まあ、それは分かりきっていることなんですよ。ですが、ここで 20% 程度の差があるのに比べて、6800XT っていうのはそこからさらに 20% 上を行ってるんですよ。さすがにこの数字はありえない。うん。数字がありえないというよりかは、実際のゲーミングパフォーマンスとしてはそんな数字にはならないということです。3080と3090を比較した場合、10% ほどの差があると言われております。81.8 をパフォーマンス数値とするならば、その 10% はおよそ 90% となっておりますので、3090が90ポイントで、 6800XT が100ポイントっていうことになってしまって、この 6800XT の時点で、3090を大幅に超える。しかもそこからさらにまだまだ3090にもう
ボロボロに勝てる 6900XT が残っているぞっていう話になってきてしまって、おそらくそれはありえないので、もしかしたら何かしら微動メモリ的な制限が存在するのかもしれません。微動メモリのコンフィギュレーションについてはまた後ほど話していきますが、 6800XT の方が3080のファウンダーズエディションよりも微動メモリ自体は多いので、その辺の違いがボトルネックとなってしまっていて、この大きな差が生まれている可能性も否定はできないと思います。もちろんドライバー系のバグっていう可能性もありますし、あまり詳しいことはね、実際どういうシステム上でベンチマークされたのか、そういう感じの情報がもう少し詳しく入るまでは確信を持って言うことはできないんですけどね。続いてタイムスパイエクストリームの方を見てやると、こちらも 4K のベンチマークとなっているんですけども、こちらの方がもう少しそれらしい数字になっていると思います。 2080Ti と3080の間に存在するパフォーマンスの違いっていうのは、多少縮んではいるもののほとんど同じぐらいとなっております。ですがそこから3080のファウンダーズエディションから 6800XT に増加するここのパフォーマンスの違いっていうのが、もう少し現実的なものとなっていて、数パーセントっていう違いとなっております。おそらくこの数字が一番信頼できるものだと、現時点では私は思っております。もちろん、この上のやつがビデオメモリによる制限のボトルネックであるというふうな話を、ボトルネックであるというかボトルネックである可能性があるっていう話をしましたが、ってなると例えばメモリの使用量がめちゃくちゃ多くてその辺が重くなりやすいゲームにとっては、この辺のボトルネックによってまあこんな感じのパフォーマンスの差が現れるかもしれませんが、そういう変なボトルネックが存在しない場合はこんくらいのパフォーマンス差であるっていうのはほぼ間違いなく言えることだと思います。この数字が正しいならば、こんな感じの数字の方がもっと現実的です。上のやつは信じちゃいけないと思います。で、次下のやつですね、ポートロイヤル 4K ですね。こちらはレイトレーシングって書いてあるように、3D マークのポートロイヤルベンチマークっていうのはグラフィックスカードの、レイトレーシングパフォーマンスを測定するために存在するベンチマークです。こちらの数字を見てやると、なるほど、 6800XT 確かにレイトレーシングパフォーマンスにおいては 2080Ti に勝てるものになっているが、それでも3080には遠く及ばないっていう感じの数字がここで出てきているのがわかると思います。 2080Ti と3080の間ぐらいに、レイトレーシングパフォーマンスはなるだろうっていう風なリークが以前から出てきておりますが、その辺にもう少し現実味が出てきている感じだと思いますね。まあ 2080Ti とほぼ同じくらいのレイトレーシングパフォーマンスということで、ちゃんと最適化されているゲームであれば問題なく運用可能だと思いますけども、レイトレーシングのディテールを思いっきり釣り上げて遊ぼうと思った場合は、少し無理があると思います。まあかといって 20% のパフォーマンス差なんで、ラスタライゼーションでなんとか数字を出すことができればその辺あまり差は生まれないとは思いますけども、ちゃんとしたレイトレーシングを活用したい場合、もしくは完全なレイトレーシング、ラスタライゼーションを利用しないようなレイトレーシングパフォーマンスを期待している場合は、どうしようもないと思います。もう RTX 3080もしくは3090で行くしかないという話になってしまいますね。こちらは軽くパーセンテージの数字を、実際の 3D マークのポイント数に切り替えてくれたやつにはなるんですけども、まあ、結果は一緒ですのでわざわざ抑えるようなことはしません。続いて見ていくサイトが、ビデオカーズさんですね。このビデオカーズさんが、ここまで話してきたリークっていうのをいくつかまとめてくれていて、はい、これがですね、スコアの関連になっております。まあこういうところを見てやるとある程度数値っていうのは結構同じパフォーマンス差に出てきていて、3つの別のリーカーが同じような結果を出しているっていうことは、まあ何かしら同じようなソースを持ってきているのか、それとも実際これらの情報っていうのはかなり信頼性が高いのかのどっちかになりますが、まあこんな感じの結果になっております。軽く読んでいってやると、ただこれは他の GPU との比較はなってないんであまり参考にはなりませんね。まあいいや。でこんな感じで、いろいろパフォーマンスの数字を出してくれております。でここで続いて注目したいのがこの一番下のやつですね。6800XT、6800、6900XT の3つのスキューが記載されております。これらすべてナビ21の台を利用していて、 XTX の便が 6900XT、 XT の便が 6800XT で、XL の便が 6800、ノン XT というふうな感じになっております。でこれらの、なんて言うんでしょう、パフォーマンスの指標になる、コア数、まあ、コンピュートユニット数、そしてクロック数っていうのを見てやると、まあ面白いことが見えてきて、まだまだ今ここまで出てきているリークっていうのが全て 6800XT だと仮定すると、まだまだパフォーマンスっていうのは上に行くことができるんですよ。ここで軽く
計算を出していきたいと思うんですけども、まずですね、 6800XT から 6900XT になるにあたって、コア数っていうのが、72分の80倍になります。というわけで、そうですね、3090と比較しましょう。3090と比較して、まず3080と比較しましょう。そこから3090との比較に持っていきます。はい、ちょっとめんどくさいですけど、3090を100だとしましょう、パフォーマンス。その場合、ここまでに出てきている 6800XT のリークを信じるならば、そこからプラス、多く見積もって 5%、 少なく見積もって 2-3% 程度っていうことで、まあかける引き算じゃない、まあ、いや、103ってしましょう。まあ、すでに 6800XT に103のパフォーマンスがあると仮定してます。そこから続いて、じゃあコア数をちゃんと比例させていくんですけども、かける80割る72で、114のパフォーマンスが存在するっていうことが分かります。そこからさらにクロック数比較していくんですけども、冷却がちゃんとできていなかった場合、おそらくゲームクロックあたりに落ち着くと思います。まあ、普通の冷却で普通に運用した場合、ゲームクロックあたりに落ち着くというのが、このゲームクロックとなっていて、代わりにこのブーストクロックというのがちゃんともう結構多めに冷却した場合、この辺まで上がることはできますよ。まあ物理的に可能ですよみたいなね。そんな感じのパフォーマンス保証となりますので、めちゃくちゃうまく冷却できた場合はこんな感じになるというわけです。で、ここで、パフォーマンスを見てやると、まあ概算ですがおよそ 100MHz、そうですね、80MHz の違いがあると。80MHz 足してやりましょうか。その場合、こちらが2120。かける2120割るで、こちらが2015という感じになります。で、もちろんこれが純粋なゲームクロック同士の比較ではないということは、分かっております。まあその辺は多少 AMD に花を持たせてやろうという感じです。実際どれくらい普通の PC に入れてどれくらいのパフォーマンスが出るのかっていう指標にはならないんですけども、こういうグラフィックスカードを購入する人っていうのは基本的にかなりハードコアな方が多いと思うので、その辺、例えば GPU のオーバークロックであるとかそういうものも活用する方々が多いと思いますので、それに加えてそもそも AMD が負けムードだったのに対して、そこから勝てる可能性が出てきているということで、その辺を比較するのも面白いですしね。というわけで120のパフォーマンスが出ました。最初の方で言った通り3090っていうのは3080と比べてプラス 10% ほどパフォーマンスが出せております。というわけで割る 1.1 をしてやると、はい、最大でですよ、かなりパフォーマンスをちょびっとだけ多めに見積もっている感じの計算にはなるので、最大でというふうな言い方をしますが、この 6900XT っていうのは最大で3090を 10% 超える可能性があるという計算になります。まあ相当なもんです。まあこのパフォーマンス、もちろんこれが必ず出るというわけではありません。一応あくまでもリークでありますので、実際あと何日後だ、あと5日後ぐらいかな、そんくらいのところまで迫っている RDNA の公開イベント、あれを待つしかありませんけども、正直期待していいと思います。まあこの時点で期待しすぎて後で失望するっていうのも悲しい展開ではありますので、そこまで期待しすぎはよくありませんけども、とりあえず3080とは勝負できるのは間違いありません。そこからさらに3090と勝負できるのか、そんな感じの議論を交わす程度には、期待していいものかと思います。最後に、NVIDIA の方に話を戻したいと思います。うちのコメント欄でもたまたま聞く話で、NVIDIA の方はスーパーであるとか TI であるとかを、隠し持っているから AMD はどうしようもねえみたいな、コメントを見ることもあるんですよ。もちろんそういう口調じゃない場合も基本的に多いですけども、まあそういう話を聞くことがあるんですが、一応 NVIDIA の今回の名付けという感じは、シンプル化させたいというふうな意図があります。まあ、この辺もリークっていう部分には入ってしまうんですけど、まあ、この動画全部リークですので、リークの部分になるんですけども、 NVIDIA が今回なぜ3080Ti であるとか、タイタンであるとかそういう名前を使わずに純粋に3090にしただけだったのか、それは名前 TI であるとかスーパーであるとかを大量に導入していると名前が複雑になってしまうから、そういう話を聞いております。つまり NVIDIA がそれを出そうと思う可能性は低いっていうことをまず踏まえた上で、仮にそれが間違っていたとしましょう。それが間違っていたとしても、じゃあ NVIDIA は
AMD と対抗するためにこの数字が正しいと仮定して AMD が3090を 10% 超えたとしましょう。仮定の話です。その場合 NVIDIA は何かできることがあるのかって言われて、そんなないんですよ。別に 3090Ti を出せばいいじゃないかって思うかもしれませんけども、 3090Ti に使えるような台は存在しません。それはもう GA100 の領域になってきてしまいますが、その辺はもう完全にデータセンター用 GPU ですので、そこに流用されることはまずないでしょう。3090に利用されている、GA102 だったかな、台は。その102の台っていうのは、もう3090の時点でほぼ完全に解放されております。これ以上解放できる SM っていうのはもう2つぐらいしか残っていなかったんで、それを完全解放したところでパフォーマンスは数パーセント増えるのみです。なので、このリークが正しい場合、AMD 価格設定さえ間違えなければ、かなりいい場所にいると思います。もちろん、これだけで AMD がマーケットシェアを勝ち取れるかと言われれば、それほど単純な話ではありませんが、それの起点となる製品になるのは間違いないと思います。まあ、このリークが間違っていたとして、AMD が3080と勝負できるのは間違いないですので、少なくとも過去世代よりかはちゃんと勝負してくれているということで、まあ、嬉しいですね。というわけで、この動画はこんなもんにしましょう。楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。他の動画、他のチャンネルなど動画説明の方にリンクしておりますので、ぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。